2月6日、多久市役所と中央校で、中央校5年生と横尾市長がスカイプを使ってテレビ会議を行いました。はい、よろしくお願いします。この会議は、総務省が進める先導的教育システム実証事業、フルクラウドモデル校での実証の一環で行い、日本マイクロソフト、ソフトバンクコマース&サービス株式会社日本 HP の支援を受け行いました。会議では、中央校5年生が総合的な学習の授業で考えた未来の卓を盛り上げていくための提案を市長に発表しました。発表を終えた児童たちは、スカイプを使って市長と話すことができてよかった。提案が実現されたら嬉しいなど感想を話していました。観光関係のいろんな活動をしている会社とかお仕事をしている人たちが集まる会があるんですけど、そこにこんなアイデアがみんなからありましたよと伝えたいと思います。とっても工夫した楽しい発表ありがとうございました。